ヘイラクレース及びゲイリオンの足元で矢を受けて倒れる相当剣オルトロス。イタリア、ブルチから出土した前510年前500年頃のアッティカーアカイ式キュリクス。中立古代美術博物館所蔵。オルトロスあるいはオルトスはギリシア神話に登場する怪物である。相当の犬でゲイリオンの牛の番犬とされる。その名はオルトロスが早よ。 オルトスが、まっすぐ名を意味する。ゼウスを打倒するために生み出された怪物、トゥーポーンがエキドナとの間に設けた子で、ケルベロス、ヒュドラー、キマイラ、ネメアの獅子、不死の百頭竜、プロメテウスの肝臓を喰らう不死の足パイアといった怪物たちを兄弟に持つ。また、母であるエキドナとの間に、ネメアの獅子、スピンクスを設けたとされる。姿は、黒い相当の犬で、 縦紙一本一本と尻尾が蛇になっている。性格は落ち着きがなく、せっかちである。クレータ島、またはエルテアでゲイリオーンのお牛を守っていたが、牛を求めてやってきたヘイラクレースを発見して、飛びかかり、棍棒で殴り殺された。さらにオルトロスを助け駆けつけた牛飼い、エウルティオ,オンも倒された。小惑星オーソスは、オルトロスにちなんで命名された。 ありがとうございます。